ただいま EF デルタを、ソーラーパネル6枚でパラレル接続で充電中ですが、なんとか400ワットいくぐらいかな。もうちょっといくのかなと思ってたんですけど、せめて480ワットぐらいいってくれたら嬉しいなと思ったんですけど、なかなかそうはいかないようです。やはり多く接続するとロスがあるのかな。ただこの勢いだとすぐに充電しちゃいそうです。それでですね、今現在ですね、このような感じでフレキシブルの6枚でパラレル接続して充電しております。こんな感じです。天気もいいんで、もうちょっと500ワット近くぐらい出るかなと思ったんですけど、そうはいかないみたいですね。こんな感じかな。またしばらく様子見てみます。